はい、皆さんこんにちは。マザーハウス銀座メンズ店の上野です。大島です。本日はマザーハウスの中でも、メンズのプロダクトを中心に揃えているお店、マザーハウス銀座メンズ店からお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、5月に入って皆さん新生活にも慣れてきた頃かなと思うんですけれども、そんな新生活に合わせて、本日はマザーハウスでおすすめする2つのトートバッグをご紹介させていただきたいと思います。徹底的に、違いを比較させていただいて、実際にどんな方におすすめで、どんな方にお使いいただいているのかっていうところも合わせてご紹介させていただけたらと思います。はい、では、本日ご紹介させていただくバッグがこちらの2つですね。はい、でこちらが、アンティークのスリムトートというバッグで、こちらがリニアトートの、M サイズというバッグになります。で比較をしていく上で、基準があった方が分かりやすいかと思いますので、本日は分かりやすくポイントを絞って、ご紹介をしていければと思いますので、よかったら最後までご覧になっていただけますと幸いです。はい、では、今回は2種類のトートバッグの比較なんですけれども、実際にどんな感じでご説明いただけるんでしょうか。はい、本日は、大きく3つのポイントからご説明できればと思っています。はい、で1つ目がデザインですね。で2つ目がパーツ、そして最後にスペックのこの3つのポイントでご紹介をしていければと思います。で最後に今実際のお荷物を入れながら中にどういう風に入っていくのかというイメージも持っていただければなという風に考えております。はい、はい、では、早速レザーの違いから見ていきましょうか。はい、パッと見でまあ分かりやすいのがレザーだと思うんですが、はい、こちらのアンティークスリムトートについては、うん、このアンティーク調の質感が特徴的なレザーですね。でまたこのムラもうっすらと入っていて、結構個体差が大きく出やすかったりですとか、あとはこのオイルレザーというものを使っていますので、うん、長く使っていけばいくほどにだんだんとそのツヤ感が出てきたりだとか、レザーが柔らかくなってくるような特徴があったりします。一方でこのリニアトートについては、はい、うちの天然の脂肪を生かしたレザーを使っていまして、比較的厚手のタイプとなります。でまた色味についてもアンティークほど大きくは変化していかないので、最初に気に入っていただいた印象そのままに長くずっとお使いいただけていくのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。実際レザーのバッグだとレザーの種類によってだいぶ印象も変わるので、このあたりは選ぶ上でもすごく大事なポイントになりそうかなと思います。では続いて形についてご説明いただけますか。はい、この2つのトートについてはどちらもシンプルなお作りになっているんですが、こちらのアンティークスリムトートについては特に装飾等もないので、よりこのレザーの質感っていうものをしっかりと見せるように、面を見せるようなデザインにしていますね。はい、でまたこのハンドル部分についても若干このように丸みを帯びてたりするので、比較的クラシカルな見え感を持ったバッグとなります。うん、で一方でこちらのリニアトートについてはどちらかというとこの直線をモチーフにしたバッグとなっていまして、でこの持ち手のハンドルの部分についてもすごい細手なんですよね。はい、なのでスタイリッシュな見え感を持っているという特徴がある一方で、この真ん中にはこのポーチが実はチラ見えしているなど、遊び心も多く含んだデザインとなっています。ちなみになんか選ぶ色とかでも印象がだいぶ変わりそうかなと思うんですけど、はい、実際こちらの2方どんな色味の展開になっているんでしょうか。お色味としては、こちらのアンティークスリムトートについては全部で5色のクラシカルのお色味での展開となります。で1つ目が、アンティークブラウン、うん、で、アンティークダークブラウンで、アンティークグレー、アンティークブラックで、アンティークダークネイビーと、ここに加えて実は銀座メンズ店限定で、アンティークネイビーというちょっと明るめのお色味の展開があったりしますね。一方でこちらのリニアトートについてはいわゆるフォーマルからカジュアルまで使えるような3色展開になっていまして、ブラックとネイビーとあとスモーキーグレーといったこの3つのお色味での展開になります。はい、では、デザイン面を見てきましたので、次は細かいパーツの部分を、見ていきたいと思います。では早速なんですけれども、ファスナー部分からご説明いただけますでしょうか。はい、こちらの、アンティークスリムトートからなんですが、はい、こちらは、こんな感じでファスナーが上の部分についていますので、うんうん、貴重品とかそれこそお財布とかですねを持ち歩かれる時もやっぱりちゃんとファスナーが閉まることで中のものが見えないように管理できますので、そういったセキュリティ面についても安心できる形になっているかなと思います。はい、一方で、こちらのリニアトートについてはですね、
こんな感じで上がマグネット式での開閉になるんですね。なのでお荷物をさっと取り出したいっていう方とかであったらこちらの方がおすすめであったりしますし、うん、実はこのマグネットの部分についても少しブリッジさせたところにボタンをつけていますので、結構お荷物を中に入れられてしまったって時でもちゃんと上がパチンと止まってくれるような、そういうデザイン上の工夫も凝らされていたりしますね。はい、では続いて、ハンドル部分の説明をいただけますでしょうか。はい、でこちらの、アンティークについては見たまんまこの少し丸みを持ったデザインになっていますので、まずそもそもすごく握りやすいような構造になってますね、うん、一方でこちらのリニアトートについては、うん、持ち手がすごく平手になっていますので、スタイリッシュな見え感っていうのを醸し出してくれるバッグとなっています、うん、一方で細いからこそこうやって肩にかけた時とかにしっかり肩にはまってくれるような特徴があるんですが、うん、この中に実はクッションが入ってたりしますので、肩の、ここに負荷があまり入らないように、細くてしっかりはまるんだけども重さを感じにくいようなデザイン上の工夫っていうのが凝らされたりしますね、うんうん、なるほど。実際使用していく上ではこのハンドルの違いって大きな違いになりそうですね。そうですね、ありがとうございます。では次はですね、バッグの下の部分、底鋲についてご説明いただいてもいいでしょうか。はい、ご覧いただいている通り実はここには底鋲がついてないんですよね。でこれはお名前がアンティークスリムトートというバッグなんですが、そのスリムという名前の通りこの鋲をわざと取っ払うことによって少しでもスタイリッシュに見えるようにだとか軽やかさというところを追求するために底鋲をつけていなかったりします、うんうん、で一方でこちらのリニアトートというバッグについてはこんな感じでニッケル素材のシルバー調の鋲というのが5つですね、合計でついています。で少し他の鋲と比べて高さを持っているので、こんな感じで地面に置いた時も擦れてしまう心配がなかったりもしますし、うん、こうやって持っている時にデザインシンプルですけどちょっとこうやって動いた時にちらっとこのシルバーが見えることでデザイン上のアクセントになったりもするようにしてますね、うん、はい、ありがとうございます。なんか実際の使用シーンに合わせてこの底鋲があるかないかも結構大きな違いになってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。では、最後にですね、外側のポケットについてご説明いただいてもいいでしょうか。はい、でこちらの、アンティークなんですが、特にこの表裏どちらを見てもポケットがついてないんですよね、うん、でこれはやっぱりポケットをすべてなくすことでよりシンプルかつ洗練されたスタイリッシュなデザインというところを意識してポケットなしにしております。で一方でこちらのリニアというバッグについては見ての通りこの前面部分にですねこんな感じでポーチがついてます、うんうん、でこの中に物を小分けにして入れても大丈夫ですし、はい、逆にこれをなしで持ち運んでもここが中が空洞になってますので、ここにちょっとしたお荷物入れてっていうような使い方もできたりするので、うん、物を小分けにされる方にとってはこちらのバッグはすごい使いやすいのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。実際ですね、4つのポイントについて見てきたんですけれども、結構細かく見ていくと同じトートバッグでも違いが多いので、ぜひ選ぶ上での基準にしてみてください。はい、では続いて、スペックについて見ていきましょう。実際に重さの違いと、内部の仕様の違いについてご説明いただけますでしょうか。はい、重さはですねこちらのアンティークスリムトートは、約 885g という重さなのに対して、はい、こちらのリニアトートの M サイズはですね 1060g という重さになっております、うん、なんかその違いって小さいようで意外と大きかったりしそうですね。そうですね、なので普段どういう荷物を持ち運ぶかであったりとか、うん、そもそも自分がどういうバッグが好きなのかといったスタイルによってその辺をお選びいただければなというふうに思います。はい、では続いて内部の仕様の違いについてご説明いただけますか。はい、まずこちらのアンティークスリムトートの方からなんですが、はい、中を見ていただくとこんな感じでですね、ここの上側が13インチぐらい のパソコンがちょうど入るようなクッション付きのポケットというのがまずついています、うん、でこの逆側を見ていただくとオープンポケットがこうやって3つついていて、で1つはこのファスナー付きのポケットというのが別でまたあったりするような感じで、うん、結構物の小分けがしやすいのかなと思いますね。なるほど、はい、で一方でこのリニアトートですね、次はについてなんですが、こんな感じでですね、上側については同じく13インチのポケットが入るクッション付きの場所があって、うん、逆側にはオープンポケットが2つついているように結構構造は似てるんですが、特徴的なのがこんな感じで
ドリンクとか折りたたみ傘といったものを動かずにキープできるようなこういったポケットがついているのが特徴的なので、それこそあのお弁当箱を持たれる方とか細かいあの PC とか iPad みたいなガジェットをたくさん持たれる方などはこちらの方が収納としては小分けしやすかったりするのかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。はい、実際あの使っていく上ではですね、重さだったりとかあと内側のポケットの数なんかは本当に大事になってくるかなと思うので、一つ選ぶ上での大切な基準として参考にしていただけたらと思います。はい、ではここまではですね大きく3つのポイントで、見てきたと思います。デザイン面、パーツ面、スペック面見てきたんですけれども、皆さん気になっていると思います。実際どんな方がお使いいただいて、どんな方におすすめができるのかっていうところを見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとご説明いただいてもよろしいですか。はい、このアンティークスリムトートなんですが、実はこのスタイリッシュな見え感とは裏腹にお荷物がめちゃくちゃ入るっていう特徴があったりします。で実際にあのこういうものを入れるのかなというところをあのご用意してみたんですが、実際にちょっと入れていってみましょうか。はい、じゃあまず皆さん持たれるのはパソコンですね、はい、13インチサイズです、はい、でファイルを持たれる方もいらっしゃいますし、うん、あとポーチ、はい、で、まあ、お財布持ちますよねと、はい、で、まあ、システム手帳代わりのものと水筒、はい、で、まあ、雨の日は折りたたみ傘とか持たれる方もいらっしゃるのかなと思うので、はい、あと傘ぐらいをご用意しました、はい、すごい、こんな感じで全部すっぽりと入ってしまう大きさですね、うんうん、で実際にあの肩にかけると分かるんですけど、はい、こんな感じでお荷物いっぱい入れたのに肩が全然崩れないんですよ。そんな特徴を持ったバッグですね。なるほど。ちなみにですね、皆さん気がつきにくいかもしれないんですけど、背面側にはあのクッションが入ってるんで、あの結構パソコン体に当たるかなと思ったんですけど、クッションの部分全然体に当たっても痛くなくてめちゃくちゃ使いやすいかなと思います。はい、そうなんですよ。なので、このバッグについてはそれこそ外回りが多い営業系のお仕事されている方とか、あのドキュメント書類をいっぱい普段から持ち歩くような方とかにはこのバッグがすごいおすすめだったりしますね。はい、では次にあのリニアトートにあのお荷物を入れていきたいと思います。はい、でまあ、ちょっとだけあのお荷物コンパクトなあのイメージなので少し容量を減らしたんですが、うんうん、まあ、同じく先ほどとあのパソコンからですね、はい、でまあ、ちょっと薄手のファイルケースと、うん、同じくポーチ、ポーチでちょっとした本のイメージですね、はい、でお財布と、うん、で最後に傘ですね。でまあ、今回使ってないですけど、ここのポーチはまだ細かく入れようと思えば入れられます。でこんだけ入れても上ちゃんとマグネット止まるんですよ、パチッと。で実際にあの肩にかけていただいた時も見え感はこんな感じで特に崩れないようなデザインになってます、うん、なるほど。ちょっとあのスリムトートの方とは荷物の容量も変わりましたけど、うん、ちょっと実際かけてみるとここの、持ち手の部分の平らな構造が本当に肩にフィットしてくれて肩からずり落ちにくいっていうのがもう最初からすごいわかります、うんうん、ですね。なのであのこちらはどっちかというとお荷物をミニマムに持たれる方とか、うん、あのガジェットたくさん持ったりして結構荷物の収納を細かくしていきたいような方とかにはこちらのバッグがおすすめだったりしますね。はい、ではこちらが本日紹介させていただいたアンティークスリムトート、こちらがリニアトートの M サイズになります。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、同じトートバッグですけども、まあ、細かい違いがずっと長く使っていく上では大きな違いを生んでくるのかなとも思いますので、あのよかったらあの今日の動画をぜひ今後のバッグ選びの参考にしていただければと思います。はい、皆さん最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。いいねと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また、Twitter、Facebook、Instagram、LINE もやっておりますのでそちらもご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。